こんにちは、海進整骨院の山中伸明です。今回は目の疲れについてですけども、疲れの解消法を説明する前に、まず自分で疲れているかどうかをチェックする方法をお伝えしたいと思います。それはですね、はい、手の親指に、そこをチェックするツボがあります。これは手の模型なんですけども、ここに目って書いてますよね。はい、手で当てはめると、この親指のこの内側、ここなんですけども、ここを押さえた時に痛みがある時っていうのは疲れています。はい、これはもちろん右も左も両方押さえてもらったら、どっちも疲れてる、右と左って確認できます。なので、はい、それが疲れてると分かったらですね、今度解消法ですけども、自分の手をですね、目からこう離してですね、こういうふうに当ててもらった時に、はい、温かく感じる方っていうのがまずあるので、それをやってもらって、それを温かい方から手をかざして、これで約10秒こう手を当てておいてください。普通に深呼吸しながら、で今度反対に移ります。はい、っていうふうにできればですね、どっちの手がいいかっていうのも温かく感じる方でやってほしいんですけども、とにかく分からないときは、とりあえず両手でやってください。両手で、ただポイントは片目ずつやるっていうことがポイントなんで、片目10秒で、もう片方10秒っていうふうにやってください。よろしくお願いします。